ちは、ゆうかりチャンネルです。先日僕の乗っている車が購入から3年が経ち車検を受けました。で、今回はその車検にかかった費用などを紹介していきたいと思います。では簡単に車の説明をしていきます。車は BMW の X1 です。こちらは2015年の10月に日本で発売されました。僕が購入したのは2016年の4月なので、発売から半年後ということになります。では車検にかかった費用などを見ていきたいと思います。その前にこの車を買った時の費用について少しお話しします。この車BMW X1 なんですが、納車日が2016年の4月9日です。車名が X1 S ドライブ 18i の X ライン、これは、FF の二輪駆動ですの 18i、 1.5 リッターの直列3気筒のガソリンのターボエンジンになっています。で、燃費なんですが、だいたいリッターあたり11キロ前後今のところ走っています。タンク容量が61リッターとカタログに書いてありまして、だいたい満タンにすると9000円ちょっと、9500円ぐらいいつも入っているような気がします。だいたい廃浴仕様でなので、1リッターあたり今154円ぐらいですかね。で、計算するとだいたいそれぐらいの価格になっています。はい、続きまして、車両の本体価格がこちら413万円です。はい、で値引きが199,530円で、引き渡し価格、メーカーオプション、付属品で合計がこちら4,247,150円です。で、あと税金がこちらいろいろあります。で、諸経が145,040円、あと販売の諸費用ですねが99,010円です。はい、あとこちら5年の BSI、 これは BMW のサービスインクルーシブというメンテナンスパックです。はい、これが189,000円と結構な額なんですけど、それがこちら に入っているとエンジンオイル、フィルター交換、マイクロフィルター交換、ブレーキ液、スパークプラグ、ワイパー、ラバー、エアークリーナー、車両チェック、法定1年点検、AD ブルーの補充という、こちらの方が無償で受けられるということになっています。はい、で、これに入っていると、やはり車検の時に安い値段でできるということです。はい、で、その下がこちら BMW の新車延長保証2年です。これがこちらです。こちらに入っていると長期延長としてこちらシートベルト、エアバッグ、エアコン、エンジン、トランスミッション、オーディオナビ、ドアミラー、リモートコントロール、ドアロック、パワーウィンドウ、こちらが延長保証として含まれるようになります。はい、はい、で次はメーカーオプション、付属品の明細です。メーカーオプションとしてコンフォートパッケージ84,000円、こ
これは電動のリアのテールゲート。リアシートが前後にスライドする機能。リアシートがボタンで全て倒れるという機能。これらがついてこの84,000円です、はい、あと付属品としてドライブレコーダーが53,900円、ホイールのコーティングが27,000円、リアのフィルム3面で5万円、ボディのグラスコーティングが57,000円、 DSRC セットアップ、これは交通情報などを詳しく入れるということだったと思います。これが3780円、ロムキャンセラーが41,000円、これは車が止まっていても DVD が見ることができるというものです。で、付属品の合計が232,680円です。で、こちらいろいろこれらを合計したものがこれですね。支払いの合計が480万というふうになっています。はい、これが購入した時の明細になります。はい、では次に今回車検にかかった費用を見ていきたいと思います。はい、こちらです。入庫したのが3月27日で、出庫したのが3月31日です。4日ほどかかりました。では整備費用について見ていきます。こちら法定2年点検、購入後1年点検をしているので、そこから数えて2年の点検ということになります。その点検費用がこちら25,920円です。エンジンルームの下回りスチーム洗浄が14,040円、テスターを使ってのコンピューターの診断をするというところが12,960円です。で、それらの合計がこちら52,920円ということになっています。はい、あとは、保険ですね。こちら税金など、こちらですね、25,830円、自賠責、印紙代1,200円、あと重量税32,800円、検査代行費用料が16,200円で、合計が76,030円です。まあ、この辺は、まあ、普通の車とそう変わらない価格なんだとは思います。はい、次がこちらエンジンオイルフィルター交換です。サービスエンジンオイル、このあたりはメンテナンスパックに入っているので全て無料です。ただここのカストロールのエンジンシャンプー、こちらはメンテナンスパックの中には入っていないので2592円の実費となっています。はい、あとエンジンフィルターエレメントセット、エンジンオイル、この辺は無料です。次にブレーキフルード、この辺も無料ですね。あとウォッシャー液、フロントワイパー、リアワイパー、この辺も全て無料です。リアのブレーキパッド、ローター摩耗のため交換おすすめということで、今回は未作業ですが近いうちに変えた方がいいというふうには言われました。あとフロントタイヤが残り2ミリということで、ショルダー摩耗していますので交換おすすめと。今回目作業、こちらの方もタイヤの肩の部分が摩耗しているので交換を勧められましたが、今回はまだ変えなくても大丈夫ということで変えていません。こちらを変えるとフロントタイヤ2本で10万は超えるんじゃないかと思います。
ナビのマップの更新、こちらも無料です。タイヤのローテーション、これも無料。こちらはブレーキ測定、タイヤ測定、タイヤのデータですね。この辺は、検査をしたんですが、無料ということです。あとバッテリーの状態も容量は 70%。こちらも無料です。リコール関連の作業、こちらもありませんでした。ありませんでしたので、無料です。以上、工賃の合計39,960円、部品の合計2,592円、その他売上として29,160円、その他の費用59,830円。これらを合計して131,542円。こちらが今回の車検にかかった費用になります。はい、他の車に比べて、めちゃめちゃ高いというわけではなかったと思います。メンテナンスパックに入っていたので、今回はこの費用で済んだと思います。以上、BMW X1 にかかった車検の費用についてお伝えしました。また、この車に関する情報がありましたら、順次お伝えしていきたいと思います。本日は動画をご覧いただきありがとうございました。